後に最後がなるべく画角にだけ画角にだけ入っていただけると、はいはい、合コンです。無理じゃん。イエーイ、合コンです。あのこれ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 食べよってねえと言っちゃう。僕合コンの意味分かってない。行ったことね。よっ、これあのタイトルのバレンタインにも分かりますけど、ちょっと食い切れないので。よっ、すげえみんな見てる。よいしょいー、わーよいしょいー、よいしょいー、あれよいしょいー、よいー、ういー、ういー、すごい、これはすごい。もう俺の感がすごいな。開けていこうぜ、開けていこうぜ。ひるちゃんのソワソワがすごい見てる。いや、あ、ゾウシンタスの大変そう、これめっちゃソワソワで、パンの袋の継ぎ目のところで立てて切ったらいけない。ひるちゃんむしゃぶるして、むしゃぶる、むしゃぶる、食べたい食べたい戦いだ。座りながらめっちゃ震えてる。あ、上手にいった。いやー、もうすごいね。フルーツのお城やで、これ。わー。人丸的です。フルーツのお城や。よっ。もうみんな群がってくる。猿がみんな群がってくる。よっ。まだよ。食べないでよ、まだ。まだ食べないでよ。まだまだまだ。おいで。もうちょっと待ってる。よっ。あ、めっちゃ見てるよ。お、待って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 、早い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 、まだよ、まだよ、いいねいいね、猿だらけの合コンだよ。これいっぺんによしって言ったらどうなるの？手伸ばしてくんの、かわいい。手の匂い嗅いだりし。じゃあみんなでこうシェアして食べてくれるから、上手に。いいよって言ってね。よし、じゃあいただきます。いただきます。はい、いいよ、よし、はい、てっぺんから行くんだね。いいよ、開いてる、はい、カイ君のなんであんたカイ君のものを、カイ君が持ってるやつ狙わないで。なんでマシュマロから行くの、あんた。はい、じゃあ食べてる、食べてる、パンダちゃん食べてる。パンダちゃんがすごいおっかなびっくりなんだ。パンダ、あ、パンダマシュマロから行く。女子はマシュマロから行くんだ。マシュマロ好きなの。男子はやっぱり野生が垣間見えるから。パンダちゃん、人の食ってるの見てないの、食べないよ。怒られるよ、美味しいの、美味しい、美味しい。パンダちゃん、怒られる。チキーバーって見んじゃねえ。お前とか食べたら下に全部落とす。マジかよ、すごいな。なんだろう、ちょっとマシュマロ食べてるの。ルーちゃんのほっぺたやばいな。ルーちゃんのほっぺたやばい。すごい、なんかでもカップルっぽいよ、こっち。なんかカップルっぽいよ、ほら。年の差すぎるけど。こっちもカップルなんじゃない、だから。わお。マシュマロある？もうなくなったんだ。食べへんの？最高かよ。あ、そう、棒ごと全部持ってったよ、あの人。こっち見て。そう。こっち見て食べてよ。こっち見て。わお。すごい、でもなんかみんな上手にシェアしてんな。何食ってんの？何食ってんの？下にあるやつ食ってんだから、何食ってんの？下のレタス食べて。下に敷いてあるレタス食べてる。だからもうなんかルーちゃんの顔を覗き込みすぎたから。じゃあこれある、じゃあマシュマロがいいでしょ。マシュマロ好きなんね。食べへんの、いいよ、えいいよ。あ、ちょっともうさ、何してくれてんのさ。じゃ気にせず食べないで。ちょっと気にして、そういうの。ああ、なんか、本当ごめんなさい。見たことある、猿山でこう引っ張って転がすパターン。猿山のエンリッチメントみたいな。猿山でこうね、持ってかれる。怒らない、怒らない。じゃ不穏な空気にならないで。メス同士で不穏な空気にならないで。ちゃんパンナのこと。ルーちゃんにやる。あんたダメじゃん、あんたは。誰？雫に便乗してパンナを二人で貶めようとしてる。そう、なんか勢力関係見せるのやめて。あるあるだよ。パンダちゃん、ほら、パンダちゃんすげえへこんでるじゃん。すげえへこんでるしちゃって。カイ君がさ、我関せずな感じもかしこい。俺はまだ、勝手にやっとけ。雫の顔がもう戦々恐々としてる。もういつ狙ってやろうかっていう顔してる。おおお
なんでルーちゃん越しにパンダを見るんだよ。やめてあげて、仲良くして。やっぱ合コンだから女子同士が仲悪くなっちゃうんだね。あ、ちょっと嫌だ。一応乗っかってくる。よかったね、ルイちゃん。果物食べてないの？マシュマロとレタス。マシュマロとレタス。ちょっとさ、ルーちゃんのケツアゴもケツアゴで。いいね、よかったね。ショーの合間にこんな食っちゃって、次のショー大丈夫かしら。この人お腹いっぱいで動かないかも。すげえパンダちゃんのこと睨んでる。そのパンダちゃんもそれ分かってるからね。私怖いっつって。わー、家にあるじゃん、美味しいの。パンダちゃん作るの。そんなルーちゃん抱きしめてあげるの。味方してくれるんだね。切れんじゃねえっちゅうの。切れんじゃねえ。お前切れんじゃねえっちゅうの。なんだよね、あんた。わっちゃん、わっちゃんねえぞ。一応ジュースもあるんですけど。一応飲み、この空気で飲んでいけるかっていうのはちょっと不安なんですけど。一応あげるだけあげていいですか。まあでも想像よのよりは。そうね。想像はもっと修羅場になると思う。もうこれぐっちゃぐちゃになると思う。静かがむしゃぶる。行ったろかいっつって。ジュース行ったろかいっつって。すげえむしゃぶるしてる。おい、ジュース行ったろかい、ジュース行ったろかい、ジュース行ったろかいっつって。震えなくてよくない？ちょっと特別にあげよう。あ、よかった。あ、戻るめちゃ待って、めちゃ待って、こぼれるからね、ちょっと見てごらん、パンナちゃんチーム低い小猿みたいな。ちゃちゃっつってへこんじゃった。はい、では召し上がっていただいて、かくんいいよ、これ。はい、ジュース、ほら、かくんほら、よし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 。どんな飲み方よ、あんた。手使いなさい、手を。いいよ、さあさあさあ、上手。ルーちゃんも飲むけ、ルーちゃん飲むけ、はい、ルーちゃん、みんな飲んでる。すごい、なんか申し訳なさそうに飲んでるな。わー、そっちは仲いいんだね。はいはい。でもなんかルーと雫派とパンナ派っていうで、中立のカイ君っていうのが、ね、そうね、どっちの味方するって言われたらカイ君もこっちなんだろうな。すっげえ食うやん。順位の弱い猿ある。めっちゃ食うやん。ほっぺたに溜め込んどかないとね。早くしないと食べられちゃう、この背中。すごい悲しそうな背中してんの。哀愁しかないよ、背中に。いつもの勢いはどこへ。じゃあ最後こっち見て、みんな揃ってごちそうさましましょう。はい、なるべく皆さんソーシャルディスタンスを取りながら。ソーシャルディスタンスを取りながらご相談しましょう。気をつけ、気をつけ、はい。お、すげえ、なんかフォーメーションみたいになってる。すごいフォーメーションになってるよ。ぬーちゃん、はい、ごちそうさまでした。どうも、ありがとうございました。ぬーちゃん、だーさあさあさあ、はい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 、どうも。雫だけさ、やってること違う。オッケーオッケー。終わっちゃったじゃん。